フランス風オンブ同酒、ドイツ風オンブ同酒、クリューワイン、あるいはオンブ同酒はワインと香辛料などを温めて作るホットカクテルの一種。一般的には赤ワインで作られるが白ワイン由来のものも存在する。11月中旬から開かれる各地のクリスマスマーケットで楽しむことができる。日本ではホットワインとも呼ばれるがこれは和製英語で英語ではマルドワイン、マルドワイン。 フランス語では、バンシ書という。このような、温めた種類を総称して、グロックとも呼ぶが、フランスでは、バンシ書に対して、グロックという呼び方はせず、ラム酒など、他の種類をベースにした飲料に対して用いられる、名称である。北欧諸国ではこのグリューワインそのものがグロック、または、グレックと呼ばれる。赤ワインにオレンジピールやシナモン、クローブなどの香辛料、 砂糖やシロップを加えて火にかけ温める。カフェでは蒸気を使って瞬時に温めるのでアルコールを飛ばさずに提供できる。これはエスプレッソマシーンの一機能として付属しておりカフェオレを作る時に牛乳を温めて泡立てる機能と共通である。ドイツなどではグリュワイン用のミックススパイスも市販されている。また最近日本でもミックススパイスや瓶詰めのグリュワインが 輸入販売されている。ドイツやフランスをはじめとするヨーロッパのクリスマスには欠かせない飲み物とされる。なお、沸騰させなくても若干アルコール分は飛ぶので、それを補うためラム酒などの蒸留酒を足して飲むこともある。蒸留酒入りの場合はグリューバインミッドシュスと呼ばれる。これは一振り加えたグリューワインの意味である。アルザスなど白ワインの産地では白ワインを用いた 万象ブランもあり、この場合は、シナモンは加えず好みで砂糖やレモンの薄切りなどを加える。特定地域でのクリスマス期にのみ見られる名物である。スケ、藤トール、暮らしのフランス語単語8005件、2014年、17ページ。ありがとうございます。